ニナスブラッティ、本名、ニナスラベリゼは、グルジアの歌手、ソングライター、モデルであり、2015年5月に、オーストリアウィーンで開催される、ユーロビジョンソングコンテスト2015に、グルジア代表として出場し、ウォーリアを歌う。2013年に、音楽オーディション番組、アイドルシリーズのグルジア版で優勝した。ロシアモスクワにて、グルジア人の両親のもと、 1995年1月31日に生まれる。その後ほどなくグルジアに移住し、芸術学校で絵画や彫刻を学ぶ。2008年にモデル事務所と契約を交わし、モデルとして活動。2011年から音楽スタジオジョージアンドリームスタジオで働き、歌手のベーライライ・バニシビリなどと制作活動を共にする。2013年音楽オーディション番組、 アイドルシリーズのグルジア版である、サクアルテベロスバースクブラビで優勝。翌年に、初のアルバム、デアーツ・ビー・イー・ニー・ナ・サブラティが発売されると、グルジアで、同年のベストセラーとなった。2014年12月、ユーロビジョン・ソング・コンテスト2015の、グルジア代表候補の5社のうちの1人に選出された、ことが、明らかになった。2015年1月14日、 グルジア国営放送の番組中、視聴者と審査員の投票により、ユーロビジョン2015のグルジア代表に選出された。ユーロビジョン2015は2015年5月に、オーストリアウィーンで開催され、代表曲、ウォーリアーを歌う。自身の音楽スタイルに影響を与えた歌手として、ジャニス・ジョプリン、ブライアン・モルコ、ビョークなどを挙げる。ありがとうございます。